畑野君恵君、畑野君恵君。日本共産党の畑野君恵です。本日は末富香織参考人、清水秀之参考人、本田由紀参考人に貴重なご意見をいただきありがとうございます。公立義務標準法の改正にあたりまして、いくつかの点について伺わせていただきます。まず少人数学級の必要性、あるいは効果についてそれぞれ伺いたいと思います。まず最初に、現場をよくしていらっしゃる清水参考人に伺いたいと思います。先ほどからいくつかの点でお話をしていただいておりますけれども、41年ぶりに小学校の一律35人学級へと、進まれた経緯もご自身の体験を踏まえてお話しいただきました。なぜ必要か、小学校で35人だけれどもその先中学校あるいは高校、さらに30人学級、その必要性について現場からどのようにお考えになっているか、もう少しお話しいただけますか。清水参考人。まず必要性については効果ということは私先ほど意見を述べさせていただきましたが、学校現場の現状から言えばまさにさまざまなニーズ、あるいはさまざまな家庭、さまざまな教育の課題、これを解決するには40人のクラスサイズは大きすぎます。もうこれは限界に来ています。いわゆる教職員の働き方についてもさまざまな議論がこの間行われていますが、やはりもう少し、5人10人、人を減らし生徒数を減らしていくことが、豊かな学びを展開するためには必要だということで、必要性ということではもう一度強調をしておきたいというふうに、思います。以上でございます。畑野君恵君。ありがとうございます。本田由紀参考人からは国際的な動向についてお話がございました。その点について世界もこれに必死になって取り組んできたんだというお話がございました。そのあたりの事情についてもう少し詳しく伺えますか。本田参考人。はい、先ほどレジュメの方に基づきながら申し上げましたけれども、ちょっと最初に申し上げておきたいのは、国際標準で言えばですね、40人論外です。35人ですら少人数とは言えません。30人でようやくギリギリなんとかっていう、そういう全世界的な特に先進国における趨勢があると、それが、図2とかに表れているわけですね。でこのエデュケーションアタグランスではですね、今日は図にしか示しておりませんけれども、どれぐらい各国が努力をしてですね、クラスサイズを減らしてきたのかという経年比較ですね、この国ではこれぐらい減りましたね、この国ではこれぐらい減りましたねというところで、そういうグラフも出ているんですけれども、それだけの、ある意味プレッシャーをかけながら、少なく丁寧にきめ細かい大事にする授業をということを、OECD がものすごい、OECD をはじめ国際機関もあるいは各国独自にですね、それぞれが追求してきたわけです。そういう動向に比較して日本は今回の法案は本当に一律化という表現もありましたけれども、本当のわずかな前進でありますけれども、一体これまで何をしてきたのかというような、それほどガラパゴス的に立ち遅れた状況になるというのが日本であるということは、これは明記していただきたいというふうに考えております。畑野君恵君。末富香織参考人に伺いたいのですが、今後の検討に関わってなんですが、クラスサイズパズルの解き方を間違えない、この点についてもう少し伺えますでしょうか。つまりテストスコアだけでなく、それ以外の要素が必要だと、いうことをおっしゃっていらっしゃるのかと思いますけれども、新しい言葉ですので教えていただけますか。末富参考人。はい、私 の配布資料の、15ページ目に関わってのご質問だというふうに理解をしております。クラスサイズパズルの解き方を間違えないということにつきましては、一番気をつけなければならないのは、クラスサイズを小さくなればですね、改善されれば直ちにテストスコアが上がるというような発想をに持つことには慎重であらねばならないということです。
いくつものですね、学力向上ですね、いわゆるテストスコア向上に、改善に成功した学校のですね、実証研究をなさいました、大阪大学 の清水光吉先生の研究でも明らかになっておりますように、クラスサイズの改善、すなわち教員を増やすことも大事だけれども、それとともにですね、何よりも、学校経営を通じて、教職員あるいは地域保護者が子どもたちのためにお互いに力を出し合おうというような共同的な雰囲気の育成、そしてその中での教職員の前向きなスキル向上あるいはですね、児童生徒一人一人への関わり方といった子どもたちへの向き合い方、そして教え方の改善ですね、校内研修の活発化ですとか、さまざまなプロセスがあって初めてテストスコアに結びつきます。私自身もですね、経験的によく聞きますけれども、テストスコアが上がるのは例えばですけれども、100メートルの競争で言いますと第4コーナーを曲がってからだというふうに経験的には言われます。逆に言えばその前の第1、第2、第3コーナーというのはですね、例えば虫歯の本数を減らすため の, 生活習慣の改善、そのため の保護者との連携協働といったとても地道な努力によってまず実現され、その後に先ほど申し上げたように学校内での取り組みが教員がですね、だんだんと地域との信頼関係を深めていくと元気になって、どんどん前向きに変化をしていくと、でやっと最後の第4コーナー上が回ったところでテストスコアが上がるというメカニズムを理解した上で丁寧な検証を行わなければ、近視眼的にですね、なんだ効果が出ないじゃないかで終わってしまうということになります。以上のようなことからですね、クラスサイズの解き方を間違えずに、丁寧に教え方ですとか、あるいは教職員の努力がちゃんとできているんだというようなことをですね、きちんと丁寧に検証するような取り組みが必要であるというふうに考えます。以上です。畑野君、はい、そこで清水秀幸参考人に先ほどご発言された加配のことで伺いたいんですけれども、指導方法工夫改善提出、これは現場ではどのように活用されているのか分かりましたら伺いますか。清水参考人。はい、お願いします。その名前の通りですね、指導の工夫ですので、いわゆる学習の工夫であったり、生徒指導的な生活の指導であったり、各学校で必要な学年、必要なクラス、必要な子どもに加配の対応をするというのが一般的に行われていることです。非常に幅広く各学校で活用することができるので、ぜひこの加配については付け替えでなくすことなくですね、引き続き置いてほしいというのが各学校の思いであります。でこれが国からの分が十分でないところは県や市が単独で置いたりしているというような状況でございますので、指導改善加配多岐にわたって使えるということでございます。以上でございます。畑野君。そうしますと清水参考人、35人学級が今後進んでいったとしてもこの加配は必要であるということで、クラスサイズが小さくなってもですね、この加配の支援は必要だということでよろしいですか。清水参考人。はい、私が30年前に教員になったときにはですね、いわゆる学級担任と副担任、などという形で中学校十分に対応できました。現在は100を超える教育といわれるものがあります。私のときにはお小遣いをどう使うか、お年玉をどう使うかっていうですね、お小遣い教育なんていうのですが、今は金融教育、カードをどうやって使うのか、18歳はもう大人ですので、民法の改正もございますが、そういったこともすべてあって、学校には100を超える何々教育というのがあります。そういった意味では、そういう形に一つ一つ対応は、一人の学級担任、一人の教科担任では無理で、やはりそれをフォローするそれぞれの、例えばプログラミング加配であったり、デジタル加配であったりですね、私はそういうことでも学校に置いていただきたいというふうに思っています。以上です。畑野君。よく分かりました。100の内容があるということでございました。そこでさらに伺いたいのですが、先ほど清水参考人から統廃合の
話がありました。統廃合しなければよかったというお話でございますが、その状況についてもう少し清水参考人に伺いたいと思います。で、この点については、本田参考人もレジュメに書かれていらっしゃいました、伺いたいと思います。合わせて末富参考人からもこの統廃合の問題について伺いたいと思います。清水参考人からよろしくお願いします。はい、清水参考人。統廃合につきまして、先ほど の、お話はですね、新型コロナウイルスの、感染症の、3密を回避するために、統廃合したのを、しなければよかったという国会議員の先生のお話から出たことでございますが、そもそも私は学校は地域のコミュニティであると思っています。特に小学校中学校はやはりそれぞれの市町村に、適正な数の学校があることが大事で、私は各学校の給食室、大きな給食センターの方法もありますが、私は各学校に自校方式の給食があって、災害の時にはそこにやはりみんなが集まるので、その時には自家発電もできて温かいお味噌汁が作れる、そういった給食室、子どもだけではなくてですね、また介護であったり高齢者の方の施設も横に作って、その方たちの給食も学校給食の調理場で作るというようなですね、そういったことの地域のコミュニティということでは、統廃合については、軽々に行うべきでないと。もちろん少子高齢化のことがございます。財源の問題がありますので、各自治体がそれぞれ、検討委員会等を設けて、答申しながら地域の皆さんの理解を得ながら進めることに反対はいたしませんが、地域のコミュニティということを大事に、今まさに新型コロナウイルスの感染症の中で、その学校が地域のコミュニティだということが再確認されたというふうに思っております。以上です。本田参考人。はい、ありがとうございます。私のレジュメの7ページの3の4 の、 1つ目のところに書いてありますように、清水の繰り返しになりますけれども、学校統廃合をこれまで進めてきたわけですけれども、でそれで今に至ってですね、少人数学級化する上で教室が足りないといったようなことを言っているのは非常に残念というかなことですので、今この時に至って学校統廃合を推進するのではなく、それは一旦見直す、停止して再検討するということがぜひ必要だと思っていますし、最近統廃合されてまだ十分に使えるような施設、校舎などがある場合にはですね、そこを再活用するということもですね、これから先の教室確保 の、 それだけでなんとかなるとは思いませんけれども、一つの重要な方策だというふうに考えております。以上です。末富参考人。はい、学校統廃合の問題につきましては、教職員数が減少したり、あるいはですね、知財措置上それほどの優遇がないということで、現実的な理由として統廃合を選択されない自治体も多いです。ただし私自身はですね、学校の規模に注目して、例えばですけれども、教育課程特例校をもう少し柔軟にし増やすような形で、小規模な学校であり、かつですね、特徴のある教育活動を行えるような、学校を、より設置しやすくすることで、統廃合というものを無理にしなくていいようにするという政策もあるいは必要であろうというふうに考えております。合わせてですね、日本にはあまりこの手の基準がないと思いますけれども、アメリカやニュージーランドでは憲法に定める就学義務の保障上、これ以上学校を減らしてはいけないという基準を、地理的に定めている地域もございます。特にですね、小学校だけでなく中高の統廃合にも関わって、これはぜひ我が国の教育政策でも検討すべきであると考えているのは、人口減少時代にあってこれ以上学校を減らしてはいけないという学びの保障の地理的な基準を国として検討すべきであろうというふうに考えております。人が減ったから学校を減らしていいわけではない。それは清水参考にもおっしゃいましたように、学校というのは地域にとってなくなれば非常に困るインフラであるということをにも起因しております。以上のような考えを持っております。ありがとうございました。畑野君。最後にですね、免許更新制について伺いたいと思います。清水参考人、本田参考人、生徒参考人、お願いします。
清水参考人からちょっと時間がありませんので、はい、短いです。免許の更新制につきましてはこの間参考人の皆さんも申し上げている通りで大きな見直しをしていく必要があるということでございます。まず学校現場のことで言いますと、55歳の方の、更新をせずに皆さん早期退職されてしまうその最大の理由はですねお聞きしますとプライドだと言いました。10年目20年目の時に30時間その人たちと同じ私はキャリアを積んできたなのに同じ30時間3万円を払って同じ講座を受けて私のキャリアは何なんですかとそういった意味で言えば10年20年30年で、30時間20時間10時間とかそういったことを最後の5年間65までもし続けるのであればそこのところは、更新はしなくていいと、自動的に認められるというようなことがあってしかるべきではないですかというのが学校現場の教職員の、声でございます。以上です。本田参考人。教員免許更新講習についてはですね非常に、形式的であるということであったり、時間や労力などが取られるだけで有効性に非常に欠けるにもかかわらずそれを受けないと失効してしまうといったような問題点がすでに多々現場から指摘されております。このような研修ではなくて更新講習ではなくてですねそれこそ ICT であるとか今現場に最も必要なもっと実のあるですね研修を行き渡らせることの方がもうどれだけ必要かという、そのためにも執行を防ぐということとその形式性の問題ということから更新講習というのはあるいは更新性そのものをですね撤廃すべきであるというふうに考えております。生徒の参考人。はい、今の本田参考人の意見とほぼ同様でして、教員自身が積み重ねてきた研修ですとか研鑽をですね記録化することにより、教員免許更新を教員免許の保持を可能にするという工夫は必要であろうというふうに考えます。以上です。畑野君、どうもありがとうございました。